メリーランド植民地、メリーランド植民地、メリーランド植民地は1632年から1776年まで北アメリカ現在のアメリカ合衆国メリーランド州の領域に存在したイギリス領植民地である。1776年に13植民地の他の12カ所と共にアメリカ合衆国を形成した時にメリーランド国メリーランド州となった。 メリーランド植民地は、新世界で、イギリス人カトリック教徒の避難地を作りたいと願った、初代ボルティモア男爵、ジョージ・カルバートの領主植民地として始まった。彼は当初、ニューファンドランド島の東部、アバロン半島に入植地を築き、迫害されるカトリック教徒を入植させようとした。1623年には直居を得て、植民地に、 アバロン領と名付け、1625年には功績を称えられ初代ボルティモア男爵に任せられた。しかしニューファンドランドは冬は寒い上に年中強風が吹きつける厳しい地であり、ジョージも1629年にはアバロンを放棄せざるを得なくなった。彼は南の地への移転を模索することになり、その移転先として後にメリーランドとなる場所が選ばれた。ジョージは メリーランドに対する直教を認められる前に没し、息子でありやはりカトリックであった第二代ボルティモア、男爵かシらス、カルバート、セシルが1632年に直教を得た。こうした経緯から、イギリスの植民地の中では、信教の自由について、先駆け的な位置づけだった。しかし初期は、イングランド国教会、ピューリタン、カトリック及びクエーガーの間での宗教的、 闘争日常左半時となり、ピューリタンの反乱が一時的に植民地を支配したこともあった。イギリスの名誉革命の後では、ジョン・クードがプロテスタントの反乱を引き、ボルティモア教のメリーランドにおける権力を奪った。クードの政府は不人気であり、イングランド王ウィリアム三世もクード自身も王室が指名した総督を置こうと考えた。結局は、ライオネル・コプリーが、 総督となって1694年のその島で治め、その後をフランシス・ニコルソンが引き継いだ。植民地は第五代ボルティモア男爵チャールズ・カルバートがプロテスタンであることを公に制約した時にボルティモア家に戻された。南に位置するバージニア植民地と初期には競合もあったが、その後はバージニア植民地と同じような方向で発展した。初期の開拓地や人口は、 チェサピーク湾に注ぐ川などの水系周辺に集まる傾向あった。バージニア植民地と同様にその経済はすぐにヨーロッパに販売するタバコの農園を中心とするようになった。タバコを栽培するために安い労働力を必要とし、また後にタバコの価格が崩壊した時に発展した混合農業経済でも労働力が必要だったので、年季暴行が急速に拡大し、後には アフリカ人の強制移民と奴隷化につながっていった。植民地時代後期では、南部や東部はタバコ経済が続いていたが、革命が近づくにつれて、北部や中部は徐々に小麦の生産地となっていった。このことで内陸のフレデリックのような農業の町や、主要港湾市ボルティモアの発展を促した。メリーランド植民地は、アメリカ独立につながる出来事に積極的に関わり、 通信委員会の設立やボストン茶会事件で起こった出来事に類似するチェスタータウン茶会事件を起こすなどニューイングランドと同じ道を歩いた。1632年6月20日、イングランド王チャールズ一世はアイルランド貴族第二代ボルティモア男爵カシらすカルバート、セシル2役1、200万エーカーの領主植民地メリーランドに対する直挙を認めた。 歴史家の中にはこの直挙が1625年にカシラス・カルバートの父である第一代ボルティモア男爵ジョージ・カルバートがカトリック教であることを宣言した時に国務大臣の肩書きを剥奪されていたことに対するある種の保証と見る者がいる。この直挙は当初ジョージ・カルバートに与えられたがその実行前にジョージが死亡しその代わりに息子カシラスに与えられた。 この新しい植民地は王妃ヘンリエッタ・マリアにちなんで名付けられた。ボルティモア教はイギリス帝国の歴史の中で両種植民地を所有、または獲得したことでは唯一のカトリック教徒あるいはアイルランド貴族院議員だった。そのような他の貴族は全てイングランド、スコットランド、ブリテンあるいはイギリス王国の貴族称号を持っていた。メリーランド植民地は 現在のメリーランド州より大きかった。当初カルバートに与えられた直挙は、バージニア植民地の北から北40度線より、南と不正確な定義があり、おそらくは1、200万エーカーほどもあった。イングランド王チャールズ2世が、メリーランド直挙と一部重なる直挙を、ペンシルベニア植民地に認めた後、メイソン・ディクソン線が引かれたことで2つの植民地の間の論争を解決し、 1760年代に当初想定されていた領土の一部をペンシルベニア植民地に渡した。アメリカ独立の後にはコロンビア特別区を作るためにその領土をいくらか割上した。メリーランド設立の直鋸ではパラタイン領主ボルティモア卿によって統治される状態を作った。支配者としてボルティモア卿は直鋸で認められた土地すべてを直接所有した。 その領土に対して絶対的な統治権を持った。開拓者たちはイングランド王に対してではなく、ボルティモア教に対する忠誠を誓わされた。直虚は、荘園領主の貴族も生み、ボルティモア教から6000エーカーを購入して、通常の開拓者たちよりも大きな法的社会的特権を持った。メリーランド植民地は南部の植民地だった。 ボルティモア教はカトリックへの改収者だった。このことはローマカトリック教会が王室の敵であり国に対する裏切り者と考えられた17世紀イングランドの貴族にとっては汚点だった。メリーランドではボルティモア教がイギリスのカトリック教徒にとっての天国を作りカトリック教徒とプロテスタントが共に調和して暮らせるということを示そうと考え、 宗教に関する法を発行して信教に対する寛容さを示しさえした。他の貴族領主と同様、新しい植民地を利益につなごうとも期待していた。カルバート家は、カトリック教徒の貴族やプロテスタント開拓者を、寛大な土地の利用許可と信教の寛容方針で誘い、メリーランドへの移住者を募った。アーク号とダブ号で、メリーランドに渡った。 当初の開拓者200人の中で大半はプロテスタントだった。実際にプロテスタントはメリーランド植民地の歴史では多数派であり続けた。アーク号とダブ号は1634年3月25日にセントクレメント島に到着した。新しい開拓者たちはボルティモア教の弟、レナード・カルバートに引きられており、ボルティモア教はレナードに 新しい植民地の知事として務めさせた。150人ほどの生き残った移民が、ヤオコミコ族インディアンから土地を買い、セントメアリン氏を設立した。1642年、メリーランドはサスケハノック族に宣戦布告した。サスケハノック族はニュースウェーデンの助けを得て1644年にメリーランドを破った。サスケハノック族は1652年に、 休戦条約が締結されるまでメリーランドと、緩慢な交戦状態であり続けた。1654年、第三次イングランド内戦、1649年から1651年、の後、議会軍、プロテスタントがメリーランドを支配し、ウィリアム・ストーン知事は、バージニア植民地に追放された。ストーンは、翌春を党派、カトリックの主張として戻り、 アナポリス氏に降軍した。セバーンの戦い、1655年3月25日と呼ばれるものでストーンは、破れ捕虜になった。ストーンは、ジョシアス・フェンドール、1628年頃 -1687 年,年と知事を交代させられた。1672年、ボルティモア教は、ニューヨーク植民地の支配下にあったデラウェア湾西岸の、 ホワキルズ開拓地をメリーランドに含めると宣言した。軍隊が派遣されて、この開拓地を襲い占領した。ニューヨークは、その後間もなく、オランダに占領されたために、すぐに反応できなかった。メリーランドはオランダが、その同盟者である、色濃い連邦を使って、この開拓地を再ダッシュしに来ることを恐れた。1674年11月に、ニューヨークがオランダから取り戻された時に、 この開拓地もニューヨーク植民地に戻した。17世紀のメリーランド住人の大半は小さな家庭農園で厳しい条件の中を暮らしていた。彼らは様々な果物、野菜、穀物を栽培し家畜を育てる中で換金作物としてのタバコが植民地経済の中心に行った。タバコは時には金として使われ、植民地議会は 植民地人が植えないことを保障するために、タバコ農家にあるようなトウモロコシも栽培させる、法律を成立させた。隣接する大きなバージニア植民地と同様、メリーランドも18世紀までに、プランテーションの植民地に発展した。1755年までに、メリーランド人口の40%が黒人だった。農園主は、後半に、年季暴行や、 受刑労働者も活用するようになった。川の水系を使って内陸プランテーションの生産物が輸出されるために大西洋岸に輸送され、ボルティモアはサウスカロライナ植民地のチャールストンに続いて18世紀の南部では2番目に重要な港になった。この植民地ではタバコが主要な監禁作物の一つだった。メリーランドは1776年にサミュエル・チェイス。 ウィリアム・パカ、トマス・ストーン及びキャロルトンのチャールズ・キャロルが植民のためにアメリカ独立宣言に署名し、イギリスからの独立を宣言した。1776年から1777年の連合規約に関する議論で、メリーランド代表は、西部の土地の所有権主張する国が連合政府にその権利放棄するよう主張する会派を主導し、1781年に、 連合規約を批准することでは最後の国となった。アメリカ合衆国憲法の容認ではもっと容易に1788年4月28日に批准した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。